月面人類会議より地上で奮戦しているアンドロイド諸君に告げる。現在機械生命体との戦闘は膠着状態にある。長期にわたる戦闘により諸君も疲弊していることだろう。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は月面にいる数十万の人類の悲願なのだ。人類に栄光あれ。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。
砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。巨体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。
ハンド、ロイド、デッキ、排除。機械生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。推奨、当該地域の敵排除とアクセスポイントの速やかな復旧。あっちの岩場に逃げましたよ。
ターゲット個体識別信号をマーク。あれは回答、人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは。ごきげんよう。Bye.
ちは偽物。いずれ壊れて。基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げる逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。
なんだこれは。大好き大好き。トゥビー、耳を貸しちゃダメです。一緒にいよう一緒にいよう、抱っこ抱っこ。こいつらに心なんかない。ただ人間の言葉を真似しているだけだよ。破壊しましょう。横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。